ですね、皆様に説明しようと思い動画を撮っております。何を説明するかというと、最近私はさ、こういうなんかたらふくカッパとかのパーカーとか T シャツとか、あとはこの不気味なカッパの T シャツとかを着てるんで、なんかよくちょっとなんだそれと、趣味の悪い T シャツを着てるなとか、まあ、可愛いとか言ってくださる方もいらっしゃるんですが、これが何なのかをちゃんとね、言葉で説明しようかなと思いまして動画を撮っております。まあまずこれが何なのかを説明すると、私が書きました。じゃんじゃん、可愛い。私は可愛いと思ってます。で、ちなみにこのカッパのキャラクターは名前があって、荒波さんという名前がついております。まあ社会の荒波に揉まれたカッパ、まあ、そっから荒波さんという名を名付けました。まあ、なんか本当に目が死んでるでしょ。そこが可愛らしいというか。でまあちょっとなんかお腹いっぱいになった荒波さんってどうなのかなってなって、たらふくカッパが。なんかね、他にもいろいろと書いておりまして、こういうメデューサの亡霊みたいなおかっぱとか、泳ぎ荒波さんっていう、なんか本当に私がただ今後動画で着ていきたいから作ってるっていう。そう、中には物好きがいて欲しいっていう人がいるから、ちょっとね、別に好きに買ってくださいっていうところでございます。一応概要欄には貼ってるは貼ってるんですけど、そうだから、もしよ、別に買わなくたっていいからね、もし買いたい人がいたら買いなっていう、好きにしなさい、別に買わなくてもいいからっていうものでございます。そう、でも今ちょっとまたね、硯で非公開にしてこれを作ってるの。今日も誰かの誕生日 T シャツ2パターン作って、ちゃんとした書体がいいのか私の手書きがいいのかちょっとわかんないから、とりあえず作ってみてよかったら公開しようかなっていうので、ちょっとお試しで作ってるから、今ちょっと試行錯誤。まあなんでカッパなのかというと、なんかね、そんな特にカッパにこだわりがあるわけじゃないんだけど、ハゲてる人の絵を描こうと思ってカッパを描いたらこうなって、でもこれはこれで愛らしく感じて、これをキャラクター化にしようってなんかゆくゆくはさ、 LINE スタンプとかになったらいいなっていうだけでございます。なんか荒波さんが気になった方々へ、そういうことでございます。だからね、ちょっと今後こういう T シャツいっぱい着てると思うけど、この動画を見ていただければ全部解決ということで、じゃっ